皆さんこんにちは、白熊先生です。今日は就職や転職で重要な要素となるスキルについて話したいと思います。新卒採用でも中途採用でもかなり大きな力を持っているのが学歴です。やはり東京大学、京都大学、東京工業大学、一橋大学などの有名校の出身者は書類選考でほぼ落ちません。あとはお金持ちが多い慶応義塾大学の出身者も就活ではかなり強い人材です。慶応生同士の横のつながりがあるので人脈をたどれば大抵の企業に知り合いを作ることができます。しかし全員が学歴を持っているわけでもないですし、お金があるわけでもありません。私も若い頃は学歴もお金もない状態でした。お金がないと学歴を手に入れることもできないので、何も持っていない民族に成し得ることはごくわずかです。その一つがスキルを磨くことだと思います。そこで今回は10年後でも使える汎用性の高いスキルを3つご紹介したいと思います。まず1つ目のスキルは他人を分析するスキルです。このスキルはできる限り若いうちに身につけておくべきスキルです。ビジネスの世界であまり評価が高くない人の多くは他人に興味がなく自己中心的な言動が多い傾向があります。反対に他人のことを思い率先して手を貸そうとする人はどこの会社でも重宝されます。ダメな人と優れた人をよく分析し人生の参考にしましょう。続いて2つ目のスキルは交渉術です。交渉術とはざっくり言うと他人と商談ができるレベルのコミュニケーションスキルを意味します。相手が何を欲しているのかを察知し、自分の利益と相手の利益を最大にする方法は何か、それを短時間で見抜き上手に誘導できる能力です。ビジネスは交渉の連続です。これは営業職に限らず全ての社会人に言えることです。交渉が上手になれば学歴がなくてもある程度の職に就ける可能性が出てきます。逆に交渉が下手な人はチャンスをつかめないことが多くなるので人生で成功することは難しくなります。若いうちから交渉術に関する知識を学び始めましょう。交渉術の分野で有名な書籍はロジャー・フィッシャーのハーバード流交渉術が有名です。概要欄に貼っておきます。最後に最も重要なスキルが会計スキルです。社会人として会計の基礎がわからないというのはとても恥ずかしいことなのですが、意外と生きていけてしまうため学ぼうとする人は少ないです。ただ最低限の会計知識がないと管理職としては二流以下になってしまいますし、自分で投資や事業を行うこともままなりません。最低でも日商簿記の2級程度の勉強はしておいた方が良いかと思います。以上、3つのスキルを磨くことが道を開く一歩になるのではないかと思います。他人をよく分析でき、交渉術にだけ会計的視点で物事を考えられるようになれば、少なくともその辺の大卒者の8割よりは使えるビジネスマンです。学歴やお金がなくてもこれらのスキルは身につけられるので、最初の一歩としては程よいスキルだと思います。10年後も使えるスキルを今のうちから磨いておきましょう。ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。